です。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サポーター。スポーツテントに結構今張り出し、選手自ら張り出しに行ってますんで、ぜひ一緒にやりたい方がいればぜひよろしくお願いいたします。なるほどね。今でもフライメールっていうのは選手は全員で何人今いる？30人弱は一応登録してる人はいるんですけども、やっぱ仕事の都合とかいろいろあれば集まりにくいという状態なんですよね。ああ、なるほどね。まあでもさっきその、11人出場でリザーブ1名というのもありました。それで2人退場なんていう時もありましたんで、嘘、はい、どういうことかっていう時もあったんで、ぜひこうみんなで盛り上げていければなとは思ってますけど。でもほら青森はサッカー熱高いじゃないですか。はい、結構いるんですけどね。そうそう、だから仕事を普通にあの社会人で仕事しながらサッカーしてる人ね、はい、いますもんね。それとやっぱ青森にいないっていう人がやっぱりサッカーやっててもやっぱ県外に出ちゃう人が多くて、それ面もやっぱり含めて就職してもらってっていうのも欲しいかなと思っております。そうか、ということは、じゃあそのサッカーをサポートしてくれる企業ですね。まあ今でもサポートしてくださってる企業はありますけれども、はい、もっともっとなんかそういったところも欲しいですよね。はい、そうですね。将来的な先の島崎選手とか戻ってやれるようなチームになればと勝手に思ってますけど。いいじゃないですか。で今東北社会人リーグの2部北でなると、はい、次ってこれ例えばリーグ戦勝ち上がってくると次は、1部になるんですか。と逆ショックの南の方の一度やってまた勝ってみたいなとこう流れがあるみたいで、結構なかなかの壁がああります。社会人リーグの2部、1部、その後が全国のその地域リーグの大会があってっていうのがあって、その後 JFL があって J2 と繋がってるリーグではあるんですよ。上には行けるリーグなんで、ぜひ青森市からそういうチームがあるということで。はい、でもじゃあと一番最短で J2 上がるとなると何年ぐらいって感じ。毎年優勝していってっていう、まあ、環境面とかいろんな部分があると思うんですけど、最短で何年ですね。まあ、10年以内には多分いけるとは思うんですけど、勝ってきますけどね。まあまあまあ、それでも皆さんその時40じゃないですか。はい、どうします。カズダンス。カズダンスです。初めてカズダンス。無駄ダンス。それこれやっちゃうしかないじゃないですか。もう40までいきますか。それはいくしかないじゃないですか。やりますか。無駄頑張れ、無駄頑張れ。いける現役でいきます。ぜひ頑張っていきたいと思います。あとはここの若い2人につないでいきたいと思うんで。はい、じゃあね、じゃあまあここの目標みたいなのをじゃあ、はい、来シーズンということも含めて、はい、じゃあまずやってみました。はい、そうですね。まあ今こうやって出させてもらって、まあ、人数集めとかも先週でみんなでやってる段階でもありますし、まあ、来シーズンもまあ叶うことなら一部に上がりたいと思うんですけど、やっぱり強豪ぞろいなので、やっぱりそこら辺も含めて来シーズンも残れるような感じでいきたいとは思っております。わかりました。じゃあ楠木選手。いやー、しっかりまず練習することで、それからしっかり結果を残して応援してもらえるように頑張っていきたいと思います。じゃあ安田選手。まず7位だったんで、それ以上中間以上上位目指して頑張ること、あとチームが上がるためにはやっぱり個人がしっかりしないといけないので、その得点王とかアシスト王とかそれ以外にもいろいろあると思うんですけど、それに名が入るような選手が増えればいいなと思うので、それを目指して頑張りたいと思います。ちょっとここ最後に聞く話しなかったんですけども、ポジションって倉橋選手は、ベンチ系フォワードですね。ベンチ系フォワード、サブ、スーパーサブ、はい、スーパーサブみたいな感じで。じゃあ楠木選手はディフェンダーと見てみたい。ポジション決まってないんですけど、基本ディフェンス主体ですね。安田選手はボランチやってます。あ、ボランチ。まあ、あでも、まあ、競争にはなるけれども、まあ、もっともっとやっぱり仲間が欲しいんじゃないかなと思ったりします。練習もやっぱり人数がいてこそみんなで盛り上げられますので、はい、ぜひ
頑張ります。ぜひじゃあの、まあ、今日小さいお子様とかも会場にいらっしゃったりするので、ダンスとともにサッカーもぜひ、そうですね、いただければなんとか一つ、うん、よろしくお願いします。じゃあ最後にあの会場にいる方に一言ずつ、はい、ね、いただきましょう。じゃあ最後いきます。地味にはやっておりますが、試合は来年見に来てもらえるようなチームになっていければと思ってますので、ぜひ皆さん応援のほど一つよろしくお願いいたします。じゃあ鈴木さんから。どうぞ。親戚や知り合いの方に地下サッカーやる人がいたら、その LINE メールの方にちょっと流してもらえれば嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ最後に吉田選手。ラインメール、外から見てても楽しいチームだと思うので、ぜひぜひ試合に足を運んでください。お願いします。はい、ということで、ラインメール、LFC から、小林博士選手、楠木信俊選手、安田健太郎選手、3名に来ていただきました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんよろしくお願いします。